お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原ではコスモックを民家にて誰でもいともたやすく入手することができますよね。でこいつはレベル53以上になるとソードではソルガレオ、シールドではルナアーラに進化します。ではシールドで入手したコスモックをソードに移したらどちらに進化するのでしょうか。シールドさんだからルナアーラに進化するのでしょうか。それともソードで進化レベルに達しているのでソード扱いになりソルガレオに進化するのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はコスモックを入手したバージョンと別のバージョンでレベル上げするとどちらに進化するのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。このロムはですねシールドですね。でこれは別の、なんかここに人いますけど、これは別の私のスイッチの方の、ロムでございます。後で使うやつですね。まあ、とりあえずこっちのシールドの方で、民家に入ってねコスモック受け取っていきたいと思います。ここにいますので、はい、モギューっていう感じで言いますので、その子はふわふわちゃん、村の外で震えてたのを連れて帰ってきちゃったの。こいつやばいよ、こんな伝説なのにそんな拾ってきちゃったぐらいの気持ちでいたら。はい、じゃあここでちょっと待って、これ入手できないの。いやマジか、これクリアしないとダメってこと、これマジかよ。はい、ちょっと今調べてみましたら、どうやらこれレイスボスとかが襲ってきてその村を救うまでやらないと無理っぽいですね。だからバドレックスまで行かなくていいんだみたいな風に思いましたけど、そんな中途半端なところでいいんですね、意外と。知らなかったっす、これ。地味にやっていこう。お前ここで待ってろよ。はい、これで村救う、このうんぬんかんぬんがあってようやくこのトレーナーが頼れるトレーナーって言われるってことですね。まあその矢の感じのことをおばあちゃん多分言ってたと思うんで、なるほどね。一応そこをちゃんとストーリーとして関連あるんですね。ここすごいな、地味に。まあ本筋とは全然関係ないですけど。はい、じゃあまたここ戻ってきまして、まだこいついますけど入ってきましょう。はい、これでもう認められたんじゃないかな。話しかけてみましょうか。暴れん坊のポケモンから村守ってくれてありがとう。あなたみたいなトレーナーならふわふわちゃんのお世話を任せたいのだけど、どうかしら。あー、そういうことなんだ、知らなかったわ。 OK、 グスモーということでゴスモックようやく手に入れました。はい、じゃあそしたらこっち側のねトレーナーに交換していきたいと思います。はい、ここで通信交換で、はい、今手に入れたねコスモックレベル5を交換していきましょう。はい、これで交換して、そしたら交換した方のソフトに切り替えましょう。はい、じゃあ入れ替えました。ちゃんとね、こっち側のトレーナーになりましたんで、ホームボタンで見てみますと、こっちソードですよね。ですので、ソードで育てていくっていうことになります。はい、で、今手持ちにね、コスモック持ってきました。で、こいつは強さを見るで見てみますと、まあ、親ゴリですね。さっき確認するの忘れちゃいましたけど、さっきのやつのトレーナーはゴリですので、これで合ってますね。まあ、実際ね、私、こっちのソフトでは、コスモックまだ受け取ってませんので、やはりさっきのコスモックということですね。はい、じゃあこれで進化させていきましょうか。これはシールドさんのコスモックなのでルナーラに進化してもおかしくないという感じですので、まあやっていきましょう。2段階進化だから経験値 XL でとりあえずちょっと上げていこっか。5個ぐらいでいいかな。はい、それで49と、はい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 、まあ、はいはい、進化して、すごいなこれ、かわいいね。おめでとう、コスモックはコスモームに進化した。まあ、とりあえずここはね、変わんないでしょうね。不思議な目で、分かりやすいの53だから4つ上げればいいのかな。はい、これで上げていきましょう。はい、進化しますよね。どっちになるんだ、コスモウムの様子が。はい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 、あ、ソルガレオになるんだ。そうなんだ。じゃあ全くあれどこで捕まえたかとか関係ないってことですね。なるほどね。いや、ちゃんと見てみましょうか。はい、こいつソルガレオで、でちゃんとねさっきの親ゴリの個体でございます。つかやばいっすねマジで。っていうことは結構割と不親切っすね。だってダイマックスアドベンチャーではソード限定でソルガレオを手に入りますから、ルナアーラは手に入んないんですよねソードで。ですからコスモックは手に入りますけど、どういう方法を使っても基本ソードではソルガレオにしかなんないんで、ちょっとそこ悲しいっすね。まあルナアーラとか普通にダイマックスアドベンチャーで手に入るんですけどね、ソードでも。でちょっと話それますけど、あの攻略サイト見た時にコスモックの進化条件みたいな感じで大体がね、ソルガレオかっこソードみたいな感じで書いてあるんですよ。このね仕様について明確に触れられてないものが多かったんですよね、意外と。まあそんないらない知識だけど役に立った人いるかな。ということで検証結果、コスモックを入手したバージョンと別のバージョンでレベル上げすると別のバージョンの方に進化するでした。これは仕様ですから驚くもクソもないですが、ここからいろいろ考察
できそうですね。コスモックは伝説ポケモンですが、イーブイと同じように育て方によって進化先が変わるということで、伝説としては普通のポケモンに近い感じですかね。今となっては伝説はありとあらゆる場所でゲットできますが、昔は伝説は場所が限定的だったり、そのバージョン固有の存在だったりしましたから、コスモックも手に入れたバージョンに依存していてもおかしくないと思うんですが、育ち方の方が重要だということですね。もしかしたらゲームフリークは私たちに生まれよりも育ちの方が大切なんだよ。だからみんな生まれの不平等さに嘆かず、ダラダラタコスもぐもぐ食ってないで希望を持って育っていこうというメッセージなのかもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第です。